ここは神奈川県平塚市にございます相模川に架かる東海道新幹線相模川橋梁です。以前ですね、1月の上旬にこの場所で新幹線を撮影したことがありますが、もう一度ね、同じ場所で、この夏のですね、恐怖体験をしていただこうと思いましてやってまいりました。夏の恐怖体験といえばね、お化け屋敷だったり心霊スポットだったり、そういう場所がありますが、こちらをどうぞご覧ください。以前もご紹介したとは思いますが、この相模川橋梁に架かるこのちょうど堤防のですね、この真下どうですか。これぐらいのスペースしかないんです。音がしてるんですけどね、あっという間に通過していきましたが、ちょうど新横浜から小田原までの区間に、ある橋でして、ここの橋のところでは、まあ、東海道新幹線の最高時速が285キロで走るんですが、その最高時速で、最高時速に近いスピードで走る区間としても名が知られております。もうこの橋のね、そばで新幹線が通り過ぎるのを見るだけでもね、結構恐怖を感じる部分がありますが、ここですよ。要はちょっと見づらいかもしれませんが、私身長が180センチございます。頭上注意ということで、このままだと、まあ、当たっちゃうんですよね。なのでもうだいぶこれぐらいにかがまないとやばいと。でしかもね、この真上に新幹線が通るんです。この真上です。もう1月の時もご紹介はしてるんですが、改めてですね、まあ、真夏のこの暑い時期にちょっとね、清涼感を味わっていただこうかと思って改めてやってまいりました。まあ、何本かね、通過するシーンを撮ろうと思いますので、よろしくお願いいたします。以前こちらに来た時は真冬だったので、こういう風に草とかもなかったんですが、さすがにね、夏ま来た、すごい揺れてた。これね、多分後ろから今これ東京に向かう新幹線が通り過ぎていったんですが、突然来るんでね、怖いです。マジで怖い。で、おそらくね、今度は新大阪方面に向かう新幹線が次に来ると思いますんで、多分ね、こちらの方が若干まだ音がするので、心の準備ができるかなと。草が生い茂ってるのでね、蛇とか怖いんですけどね。まあ、一時期この橋の下あたり、僕が1月に撮影した後に一時期入れなかったそうなんですが、今はこのようにまたちゃんと特に問題なく入れるようにはなっておりますが、こういうふうに草が生い茂ってるので、この下に行く人はおそらくいないと思うんですけど、 JR 東海の敷地がこの先にあるそうなので、ここは平塚の市営の私有地なんですが、平塚市の持ち物の区画なんですが、JR 東海のね、場所にはくれぐれも行かないようにご注意ください。こういうふうに注意書きもしてますんでね、いつ来るかわからない恐怖とね、戦いながら今新幹線の通過を待っております。いや、橋が揺れるのもすごいんですよね。これなんかの罰ゲームには最適かもしれません。
目隠ししてここに連れてきてね、でここに放置して突然この新幹線の音でびっくりさせるという方法が効果的じゃないかと思います。向こうには東名高速なのかな、違うかもしれませんが、東名高速は東京から新、この区間はですね、片道でだいたい1時間に8本ぐらいは運転されるので、上下合わせて16分ぐらいなのかな。少なくともですね、ラッシュだともう少し運転される本数は多くなります。奥の頭上のですね、だいたい3メーターまで行かないところを時速285キロ近くで走るこの得体の知れない乗り物がですね、通過していくっていうのはなんともね、恐怖心をかきたてます。いつ来るかわからないという時刻表を持ってきてないんでね、それも把握してないまだ、待っているっていうのがね、来ました。橋も揺れるんですけどね、地面も揺れるんですよ。新大阪側に向かう新幹線の方がやっぱりその端から音がね、若干早いタイミングで聞こえるので、まだね、恐怖心はこの東京方面に向かう新幹線よりもマシなのかなと、そういう感じです。ではもう一本ですね、東京方面に向かう新幹線を待ちます。さっきもね、この東京方面に向かう新幹線は前兆がなくやってくるんですよ。結構上空飛行機も飛び交ったりしてね、その音もね、前兆の音じゃないかと思って一瞬びっくりするんですけど、こんだけ近くで新幹線を見れる場所というのは、おそらく日本でここが一番近くで見られるんじゃないですかね。さっき東京方面の新幹線が頭上を通り過ぎてからだいたい7、8分経ってるので、おそらく次の新幹線もうすぐ来るんじゃないかなとは思うんですがね。とりあえず3本、東京方面の新幹線2本、それから今新大阪方面に向かう新幹線1本をこの真下からですね、撮影させていただきました。ちょっとね、このような空で雨がね、若干降っております。このようにね、相模川沿いの非常に開けた景色の場所をですね、新幹線がほぼほぼ最高速度に近い速さで通り過ぎていきます。一級河川相模川というこの看板も出ております。特段こういうね、特色というか、これがなくてもね、新幹線の撮影スポットとしてはかなり人気がある場所でもございます。多分ね、今こちら平塚側から映してるんですが、もう一回このガードをね、くぐって、これぐらいの高さしかないんです。わかりますかね？ご体感いただけるでしょうか？
おそらくこちらの、厚木寄りの、この松陰学園の湘南グラウンドがある側からの方が、新幹線は綺麗に撮れるんじゃないかなと思います。結構ね、長い橋梁ですね。立派なトラス橋です。少し雨が強くなってきましたんでね、そろそろ新幹線に来てほしいところではあるんですがね、先ほど新幹線が新大阪方面に向かう列車が過ぎた後から10分近く経っているので、まあそろそろねもう1本来そうな感じなんですけどね。平塚市にあるということで、海も割と近場にあるんですが、山もねそんなに遠くないとこにあるので、天候も結構変わりやすいようです。向こうとか結構ね雲がやばいんでね、そろそろ戻りたいんですけどね。とりあえずどっち方面でもいいんで早く一本ね来てほしいんですけどね。こういうところにいると雨もねあれなんですけど、それより雷がね怖くてね、それが一番やばいんですよね。存じかと思いますが、東海道新幹線が開通したのが前回の東京オリンピックが行われた1964年昭和39年でございます。で今年が2021年でございますので、開業してから、57年目を迎えた、57年となっている東海道新幹線です。今東京方面に向かう新幹線が通り過ぎていったので、もう一本この新大阪方面に向かう新幹線を取って、この動画は終わらせていただきます。
ということで、神奈川県の平塚市にございます、東海道新幹線相模川橋梁からこの動画はお送りいたしました。この夏のですね、酷暑を乗り切るのに、スリルを味わうのに、どうぞお越しいただいてみてはいかがでしょうか。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。